貢ぐという字に行きますね。まず、沿っての位置ですね。中心から、これ短めね。かなり幅を狭く。かなり長くで2倍ぐらいね。上の位置の幅ぐらいですね。目を描きますね。同じ間隔で、3等分で閉じます。この線の下あたりから、この線のちょっと内側あたりから左よりも下に持ってきます。